はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリスト男のバッグの中身、こちらをやっていきます。僕はミニマリストなんで家の持ち物も少ないですが、持ち歩くものも少ないです。バッグの中身をお見せします。最後までよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。レッツバッグの中身ゴーゴーゴー。どうぞ。はい、僕のバッグの中身こちらはい、こちらが僕のバッグの中身全部でーす。ジンズさんで買ったクリアのメガネと、はい、こちら、AirPods Pro。はい、ワイヤレスイヤホンはいつも持ち歩いてます。それからバレンシアガのミニウォレットでーす。僕はこの三つ折りのタイプを使っています。まあ、あとは iPhone は持ち歩いてます。今この動画を撮影するのに iPhone を使っています。僕がお出かけするときにバッグに入れてるのはこのあたりのものですね。でもこうやって見てみると、バッグって必要かなって思いません？思いますよね。はい、そうなんです。僕はバッグを持っていません。エコバッグは持ってるけどね。後で紹介します。以前に小さいバッグを持っていたんですが、入れる必要もないかなと思って今はバッグを持っていないんです。だから本当のところミニマリストのバッグの中身というよりは、ミニマリストのポケットの中身っていう感じなんですよ。本当にそんな感じ？はい、それでは一つ一つを説明していきますね。はい、まずはこちらのバレンシアガのミニウォレットから紹介していきます。はい、こちらのバレンシアガのミニウォレット。手のひらに収まるサイズなんです。本当にコンパクトです。中身も本当にコンパクトで、はい、三つ折りなんですけど、僕が持ち歩いているカードは運転免許証だけ。車で出かけることが多いし身分証にもなるので、運転免許証は入れています。そもそも常に持ち歩くカードは運転免許証だけでいいかなと思っています。でも他にもカードはさすがに持っていて、はい、こちら。こちら無印良品のステンレスのカードケースなんですけど、家にこちらを置いていて、必要なカードだけ持っていくようにしています。どうしてもインターネットカフェに行く時などはカードが必要ですからね。でも毎回のお出かけで行くわけではないので、必要そうだなと思ったらこちらから出して持ち歩くようにしています。常に持ち歩く必要のないカードを財布に入れていくのが無駄だと感じてから、必要なものだけ持ち歩くようにしてから財布が小さくできましたね。入れておくポケットは豊富にあるので安心ですね。小銭入れもあるんですけど、僕は普段スマホ決済をすることが多いので、どうしても現金払いをしなきゃいけない時に出た小銭だけこちらに入れるようにしています。お釣りで出た小銭は常にお財布に入れておくんじゃなくて、家に帰ったら出して貯めています。小銭が入ってると財布自体が重くなりますからね。小銭を入れると厚みが出て財布の型崩れにもなると思うので、小銭は常に入れておかないようにしています。あまりお札も多く入れないようにしています。まあ本当に4枚ぐらい、まあ大体の場所でスマホ決済できるんでね、大丈夫です。特に無理することもなく必要なものだけにしてから、無駄に持ち歩かないようにしてから、このミニウォレットで大丈夫になりましたね。バレンシアガのミニウォレットは本当に使いやすくて、革の質感も良くてデザインも良くていいですね。本当にお気に入りです。こんなに小さいのに財布としての全ての機能を備えているミニウォレット、僕はこちらを愛用しています。はい、続いてこちら。はい、こちらのクリアのメガネ、フレームが透明のメガネです。横のところはゴールドになっています。ジーンズで買ったこちらのメガネを愛用しています。免許も裸眼で通しているんですけど、完璧な方がいいですからね。車に乗るときはメガネを持って行っています。出かけるときはずっとかけているか車に置いてしまうので、ケースは特に持っていないですね。クリアのメガネっていうのはデザイン的にも流行ってると思いますけど、僕も最初はデザインが気に入って購入したんですけど、このフレームが透明という特徴がかけていて目障りじゃないんですよね。これがもし黒縁メガネだったら、かけているときにあフレームあるなって思ってしまうんですけど、クリアの場合は特に邪魔じゃない感じがして、デザインの他にそういう良さもあるんだなっていうことにも気づけましたね。そういう理由もあってとてもおすすめです。こちらもお気に入りで常に持ち歩いています。はい、それからこちら。はい、こちら AirPods Pro、 言わずと知れた Apple のワイヤレスイヤホンです。本当にみんな言っているけど、控えめに言っても最高ですね。部屋でもよく使っていますね。サイズも本当にコンパクトで、 AirPods Pro の最大の特徴でもあるノイズキャンセリング機能も素晴らしいんですけど、この小さなイヤホンを耳に入れるだけで iPhone とディローンって接続してくれるし、 AirPods の充電も長持ちするし、そんなに頻繁にケースの充電をしなくても大丈夫ですね。もっと音のいいイヤホンがあるのかもしれませんが、 AirPods Pro もすごいよ。 iPhone ユーザーということを考えても、僕は AirPods Proしか考えられないかな。通話も AirPods なしでは考えられないし、音楽も動画も AirPods なしでは全然考えられません。こちらは本当に常に持ち歩くアイテムです。
あと最後に、こちら僕が愛用しているエコバッグですね。無印良品のジュートマイバッグ。A4 サイズのものです。A4 サイズなのでたっぷり入るし、間違えることによってお弁当などもスッとね、置けますね。本当に使い勝手がいいなと思っています。持ち手もしっかりしているし、ちょうどいい長さになっているので肩にも通せちゃいますね。普通にスーパーなどに行く場合はこのバッグを持っていきます。折りたためなくても大丈夫です。しっかり容量があって持ちのあるタイプのエコバッグを選んでいます。強いて言えばこれが僕のバッグですね。はい、あとこちらに今これを撮影している iPhone、 もちろんスマホは必ず持ち歩きます。はい、こちらが僕の使っている iPhone です。ケースは iFace を使っています。白のシンプルなものを使っています。こちらもう一つ持っています。コンパクトなものも好きなんですけど、スマホに関しては画面の大きいものを使っています。動画を見たりスマホで動画の編集をしたりするので、大きい画面の方が見やすくて作業しやすいのでこちらを使っています。大きいとはいえポケットに入らないこともないし、 iFace は持ちやすいので片手で操作ができます。そんな感じですね。ミニマリストのバッグって言えば小さいバッグとかね、そういうのを紹介したいところなんですけど、前は小さいバッグを使っていたんですけど、わざわざ入れる必要がないかなと気づきましたね。財布の中身は必要最低限、見た目にも無駄のないクリアのメガネ、接続も簡単で音も申し分のない AirPods Pro、 持ち歩くのはこの辺ですね。服に MacBook を入れて持ち歩いてますとか言いたいんですけどね、わざわざ持ち歩くことはありませんね。はい、これがミニマリストのバッグの中身、ミニマリストのポケットの中身でーす。はい、いかがだったでしょうか。ミニマリストのバッグの中身、ミニマリストのポッケの中身、すいません。昔も長財布をパンパンにしてカードをたくさん詰め込んで、小銭もたっぷり入っていて、バッグに余分なものをいろいろ詰め込んで、もしかしたら必要かもなっていうものを全部持ち歩いていたんですけど、今は本当に持ち歩くものを最小限にしたことで、もうバッグを持つ必要すらなくなってしまいました。だけど外で困らないように必要なものは持ち歩いています。皆さんも持ち歩くものは必要最低限にして、バッグが軽くなるように、お出かけで疲れちゃわないように、そうなることを僕は願っています。まあ僕と出かければバッグを持ってあげますけどね。好感度上がった、うるさいやん、すいません。はい、今日の動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ、イエーイ。